セークレッド・ライクは、アメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。同国のスラッシュ第2世代として台頭した、フロットサムジェットサムラと並ぶアリゾナさん、スラッシュメタルバンドの一つ。一度解散したが、2006年に活動を再開した。創設者、ジェイソン・レーニー2014年1985年、ジェイソン・レーニーらを中心に、アリゾナ州フェニックスで結成。 その後に変遷を経て、フィル・ラインド、クレック・ホールが合流し、デモを制作。翌1986年に、ワイリー・アーネットが加入し、陣容が固まる。フィルは、同郷のスラッシュメタルバンド、フロットサムジェットサムと、交流があり協力することもあった。1987年、新興レーベル、メタルブレード・レコーズから、ファーストアルバム、イグノランスでデビュー。 ほぼ間を置かずに EP 作品1988年1989年やセカンドアルバムザ・アメリカンウェイ1990年とコンスタントにリリースを重ねる1990年代以降になるとグランジやグリューブメタルのジャンルが台頭当バンドもその流れに合わせたように音楽性を変化させていった1991年 大手、レベル、ハリウッドレコードに移籍し、EP 作品をリリース。ここで、クレック・ホールは脱退してしまい、デーブ・マクレインに交代する。1993年、サードアルバム、インディペンデントを発表。しかし、セールスはかんばしくなく短期で、契約解消され、メタルブレードレコーズに出戻る。1995年、デーブ・マクレインが、当時高い評価を集めていた。 ヘビメタルバンドマシンヘッドに参加のためだった翌年グレッグホールが5年ぶりに復帰し、デビュー時ラインナップが復活した。1996年、ホースアルバムヒールをリリース。1998年頃から自作に着手しようとするもバンドはすでに末期状態に陥っており2000年に活動停止した。2006年、 翌年夏からの欧州ツアー開催と再始動を公表。以降、ライブに特化した活動に専念する。2012年、オフィシャルとしては15年ぶりのライブアルバム、ライブアップバッケンをリリース。2017年、デビュー30周年を記念した欧州ツアー及び21年ぶりの北米ツアー開催を公表。 グレックホール2018年、長年在籍したグレックホールが降板。公認に、デーブ・マクレインが23年ぶりに復帰。2019年2月、創設メンバーチェイソン・レイニーが脱退。新たに、ジョー・イラ・ジビルを公認に迎えて、23年ぶりの、フィフスアルバム、アウェイクニングをリリース。2020年3月16日、レイニーが、 心臓発作のため53歳で急死。初期の頃は荒削りなクロスオーバースラッシュ的サウンドでプレイしていたが、その反面ポリティカル問題をテーマにした歌詞を心情としていた。1980年代末期頃にはサウンドも洗練されていく。1990年代に入るとグルーブメタル等がムーブメントになる。バンドはセカンドアルバムザ・アメリカンウェイ。 1990年において、すでにミッドテンポのサウンドも買いも見せており、牽引していたメタリカ、パンテララに追従していった。2019年1月時点、ありがとうございます。